は皆さんに見ていただきたいところがありまして、皆さんこんにちは。今日は我が家のルームツアーをやっていきたいと思います。普段の動画の中でも家の中のいろいろなところが映っていたりすると思うんですけれども、ルームツアーとして紹介するのは今回初めてになります。ここに背の高い収納が一つと背の低い収納があります。このツールって書いてあるのはサンドペーパー、六角で、シューズって書いてあるのが靴関係のもので、ここはガーデニング関係のものが入っています。ここに置いてあるのはこれのこう蓋になります。庭仕事をした時にちょっと汚れたけどまだ捨てない軍手をパッと一時的に置いたり、これはセリアで購入した蓋付きのボックスなんですが、以前はこう蓋をして入れてたんですけど、取り出しがもう面倒で、いちいち蓋を開けなくていいよね。蓋を外して、庭の仕事の方頑張ってるんで、帽子ここに置いてあって。一番上の段がルームシューズが入れてあって、であとは私と主人の靴が入っています。使用頻度がかなり少ないので、シャワーキャップでカバーして入れてあります。ポストの中に無差別に入れられる広告とか、ああいうのも、もう家の中にも絶対持って入りたくないので、即ここに入れてまとめて捨てるようにしています。ここに書類ケースを置いてあるんですけど、見た目的にはどうかなとも思うんですが、ダイニングセットと収納ベンチとテレビボードなんですが、ダイニングセットは自分で買ったものではなくて、もともとこの家についてきたものになります。収納ベンチ、これはこの家に引っ越してきてから DIY で自分で作ったものになります。カラーボックスを利用して作っていて、とてもシンプルな作りをしていて簡単です。こちらがテレビボードなんですけど、テレビを壁に固定してあって、で裏から配線通して、下にあるハードディスクとかとこう壁を通してつなげた状態になっています。こういうルーターとかも入っていて、主人の DVD のやつと外付けハードディスク、あの
上のテレビとつながるようにしています。ですね、ここは蝶つがいで、これセリアの取っ手で、これもう本当雑なんですけど、ここが真ん中って書いちゃってますね。めんどくさくなって途中で書いちゃってます。近くで見ると作りは結構雑です。椅子が4つついていたんですけれども、2つは2階で使っています。普段よくこの上にパソコンなど置きっぱなしになっていることは多いです。片付けてから今動画を回しています。少し前までは常にティッシュがこの上に置きっぱなしになっていたんですが、この天板の裏にマグネットをビスで留めて、くっつくんというスコッティにつけられるマグネットバーみたいなやつですね。それでくっつけています。こんな感じで動画にもしてあるので、興味のある方はそちらもご覧いただければと思います。こっちが和室になっています。 iMac を注文して iMac が届いたんですが、とりあえずここでパソコンをするようにしようかなと思って、今こういう形で置いています。2階にパソコンとか持っていくときに、パソコン、マウス、メガネとか入れて持っていけるようにパソコン持ち運び用として使っています。でこの窓は こんな感じで開け閉めできるようになっています。扉はだいたい開けっぱなしになっています。こんな感じですけど、ここは斜めになっていて、こういう変な形をしています。ロマキタやカメラなどのカメラ、ライトなどの充電関係を置いています。 iPhone の充電もここでできるようにしています。よく出しっぱなしになっているパソコン、さっき片付けたのでここに置いていて、キッチンリセットが終わった後の状態になります。でここにもティッシュをマグネットでくっつけています。これはまな板を引っ掛けるようにくっつけています。これ処分しようか迷っていたキャンドゥのお風呂の鏡をクエン酸パックするときにこれを貼ったりしています。
そうするとちょうどこれがクエン酸パックするタイミングで洗えてちょうどいいかなと思って、レシピカードがあって、勝手口っていうのかながあるんですけど、ほとんど開けることはありません。紙袋をこことここに引っ掛けて滑らないように輪ゴムをつけています。こういう感じで一時的なゴミ箱にしています。キッチンで使った生ゴミはこれに入れてすぐいっぱいになるので、それを束ねてここに入れたり、あと生ゴミじゃないもの、大きめ、冷蔵庫なんですが、冷蔵庫の開け閉めでここが剥がれてきちゃってるんですよ、結構大きく。なのでこれ冷蔵庫本当は買い替えないといけないんですね。この下は絶対何も置かないって思っていたんですけど、結局下着類をここに置くように今はしています。洗顔の時に使うヘアタウン、シリアで買った冷蔵庫のドアポケットの式でここにつけています。で押さえて落っこちないようにしています。スキンケア関係はちょっとこっちと分散してるんですが、オールインワン的なものを日常使いとして使っていたんですけど、最近澤田しずくさんのボトルが使いやすくてものすごく気に入っていて、チフレの化粧水もこちらに入れました。軽いし出しやすいので、でこちらもお風呂上がりにすぐつけるやつをここに置いてるという感じです。お気に入りの洗濯機があります。お風呂マットをかけています。鏡裏の方に収納されている方も多いかと思うんですけど、我が家の場合はお風呂から出た時にあっちの方まで手が届かないので、お風呂から出てきた時にも洗面所で顔洗った時にもどちらからも取りやすいこの場所。ここに顔を冷やすための洗面器、毎朝ではないんですが冷蔵庫にお水を入れたって冷蔵庫の水で顔を冷やしています。こちらのカゴで、多分お風呂の中身はあまり紹介したことないです。鏡があるので撮影しにくいんですが、ちらっとお見せしますね。トイレを紹介します。トイレは好きじゃないんですよね。無印のトイレ用洗剤とパラビナに、洗って使えるキッチンタオルの何度か使ったもの、最近はそれを使って掃除するようにしています。このトイレがあまり好きじゃない理由としては、一つ目が収納がないこと、もう一つが壁紙、色あせたような感じ、アクセントクロスも嫌いではないんですが好みじゃないなっていう感じですね。でそれはいいんですが、実は皆さんに見ていただきたいところがありまして、それがじゃん、
Wow. ローズメーカーさんにも相談したんですけど、縛ってはくれたんですよ。